当に悔しいです。本当にミクルは不憫でなりません。本当に悔しい。まあ本当に個人的な、ここは少しちょっとプロモーターとしての立ち位置と逸脱する可能性があるんですけど、まあ2015年に旗揚げして、朝倉未来が僕らのライジンに出場して早6年7年、ライジンの中で彼の活躍に一喜一憂し、彼の戦いに心を震わせた7月28日も4万8000人のファンがあれだけの熱狂の中で朝倉未来の試合を見届けたわけです。彼は格闘家としても人生をかけて、引退をかけて戦った試合が、まあ本当にこの心ないこと、ドーピングの疑惑で泥を塗ってしまったこと、汚してしまったこと、これが引退試合だっていうには本当に悔しいです。本当にミクルは不憫でなりません。本当に悔しい。だからこの結果を招いたことは、本当に全てのことに関してやっぱり最終的には僕の責任、ライジンの主催者である私の責任だと思ってますし、本当にこの場を借りて朝倉未来には本当これが最後の試合であるっていうことになったことには本当お詫びもしたいし、自分の中でも気持ちの整理がついてないですけど、一緒に共に朝倉未来、朝倉海と共に、彼らが中心になって僕らと共にこの6年7年ライジンの熱は作り出したと思ってます。4万8千人の熱を作るのに日本の格闘技界は15年かかったんです。本当にその日にこの試合が引退で終わっていくことに僕は申し訳ないなと本当に思ってます。それとその日に、今日集まってくれてるドクターもそうです。その日に本当に寝ずにあの会場を作るために必死にやってくれたスタッフ、最高の環境を、最高の舞台を作り出そうと思って動いてくれた今日集まってくれてる記者の皆さんもそうです。本当に申し訳なかったと思ってます。本当こんな形で泥を塗る、汚されることになったことが悔しくてならないです。そして何よりもこの試合に、会場に足を運んでいただいて配信を見ていただいたファンの人たちをがっかりさせてしまった、最終的にこのことに本当この場を借りてお詫びをしたいとそう思っています。もっと僕らがドーピングに対してのポリシーをこれでいいやっていうことではなくて意識を高めておくべきだったともすら思ってますが、今回の定められた試合でのルールは、こういう結果で、これ以上これ以下でもないですけど、この先の、先ほども少し長々とお話したように、いろんなドーピングをに対しての選手が正々堂々と戦ってもらうためのルール作りのために、全てのアクションを起こしてこれから進んでいきたいとそう思ってます。まあ本当にミクル選手にはこの結果も含めてですね、また今後何をお互いにやれるのか、結果を含めて今起きている現状も含めて、話し合って、思いを伝えていきたいなと、そういうふうに思ってます。いずれにしてもこれは僕らがこの受けたこれだけ世間を騒がせてしまっお騒がせしてしまったことに対して猛省をし、そして変わらなくちゃいけない、変わっていくためのきっかけにしていきたいとそう思います。で、早速9月の29日にはですね、ライジン48 2大タイトルマッチ以下選手たちの試合が全10試合かな、もう1試合ぐらい追加になると思いますけど、気持ちを選手たちとともにですね、高めて、意識を高めて最高の空間を作り出せるように努力したいとそう思います。もうその大会から改善できるところは改善をして取り組んでまいります。どうぞ今後ともよろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。